どっちがいいかな。ひーちゃんどっち食べるかな。はい、どうぞ。はい、どうぞ。うひーちゃん入っておいで。ひーちゃんちょっと邪魔やからどいてくれる。ごめんね。どいてくれる。言えない。ひーちゃんほらこっちまでおいで。はい、ひーちゃんちょっと撮影の邪魔なんで。はい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 。はい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 。今映しているのが今りっちゃんが食べているドッグフードです。ナチュラルバランスの食物アレルギー対策。スイートポテト&フィッシュというあの小粒のドッグフードです。まあこれもね、リツは大好きなんですけれども、リツはねちょっとねおしっこの出がね、少し不安があるんで、まあ尿路結石の不安が少しあるんで、以前食べていたのがこちらの同じナチュラルバランスの、ウルトラホールボディヘルスというやつですね。はい。まあこちらのグルテン不使用です。で先ほど映してたやつが、グレインフリーということでね、グルテンフリーよりもう一段。アレルギー成分を除去した、フードになります。で、ただこちらの、スイート&ポテトやがったスイートポテト&フィッシュの方は、ちょっとね尿の出に関しては少しね劣るんではないかなと。こちらの方にまたね戻してみようかなというふうに考えています。で今日こちらが、到着したんですけれども、こちらはね小粒タイプじゃないんです。普通の通常タイプなんですが、まあもともとね通常タイプ食べてたんで、こちらの方とえー今食べてるやつと、前食べてたやつと、ね、どちらがね、いつが好きなのかっていうのをね、検証してみたいな、実験してみたいなと思います。お付き合いください。はい。じゃあですね、はい、向かってね、右側、が今食べている、フードで、そして向かって左側、まあ、ママの手で言うと右手の方が、今前に食べていた尿にねいいナチュラルバランスの方のドッグフードですが、リズはどっちが好きなのかちょっとね、これから実験したいと思います。はい、じゃあママお願いします。はい、リちゃん、はい、どっちがいいかな。はい、どうぞ。はい、どうぞ。うえ どうなんでしょうかね。前のやつの方を先に食べたけれども、たまたまなんでしょうか、それともちょっとわからないですね。うん。手を反対にしてみようかな。はい。ね。でもリツは見てるよな。見ててもあんまりわかんないか。
じゃあ今度は反対にしました。はい、はい、じゃありっちゃんどうぞ。はい、お座りして。はい、どっちから行くかな。はい、どうぞ。どっちも好きだようですね。あ、どうしてもりっちゃんはママの右手、まあ向かって左側ね、そちらの方から先に食べる癖がありますね。はい。はい。こうやって実験してみてもね。うん。はい。ちょっとね、検証結果は、どちらも好きということで、分かんなかったということになります。はい、りっちゃん。あらあらあら。はい。よかったね。はい、ごちそうさま。